東京都は今日2268人の新型コロナウイルスへの感染を確認しました。3日連続で2000人を超えました。また、重症患者数は昨日と同じ129人です。感染が確認されたのは、10歳未満から100歳以上の2268人です。3日連続の2000人超えとなりました。年代別では20代が654人で最も多く。 30代が437人、40代が337人、50代が302人と続いています。65歳以上の高齢者は266人です。重症患者は前の日と同じく129人となっています。東京のこれまでの感染者数は7万3451人です。